おはようございます。朝じゃないけど今起きました。調べてみたいと思ってたんだけど、調べます。栄養ドリンクですね。それのリポビタンで、大正製薬、株式会社さんのリポビタンで、大邦薬品工業株式会社さんのチオビタドリンクさんと、これはあれですね、そんなブランドではないですけど、安く売れてあるってやつのやつですね。最強、株式会社最強ファーマ、最強だってさ、どれも 100ml で、まあ、全部飲むと本当にね、危ないので、1日1本服用してくださいって書かれてありますね。そういえば、15歳未満は服用しないでって書いてありますね。まあね、あんまりね、良くないですけど。タウリン、いや、まずカフェインからいこうか。カフェインがですね、どれも 50mg ありますね。成人、括弧15歳以上。あ、やはり15歳以上って書いてありますね、他のも。まあ、ダメと言ったらダメなんだろうな。でね、タウリンなんですけども、リポビタン D とチオビタドリンクは 1000mg なんですよね。で、これがね、ネオアルファ EX3000 っていうのが、タウリンが 3000mg あるんですよね。やばくないですか？どんだけ、まあ、これはカフェインだったら本当にやばいけどな。じゃあ、味見していきましょう。リポビタン D から。値段的に言うとね、そのね、まあ、ブランド品なんで、ね、リポビタン D が一番高いんですけどね。で、このね、このネオアルファは本当に安くて、ちょっと恐ろしいですね。入ってるものを。まあ、特に、いや、結構あれやな、そのね、保存料的なやつなんですかね。まあ、添加物が多めですね。あと、その甘さを出すためのやつですね。それはね、他も同じだと思うな。正直言って、このね、栄養ドリンク系はだいぶね、えぐいもんが入ってます。まあでも私好きなんですけどね、いただきます。色は、すごく、綺麗な黄色をしています。苦みもあって、甘みもあって、もわーっと、その栄養ドリンク感が最後にきますね。次、チオビタドリンクさん。さっきよりもちょっと黄色っぽいですね、チオビタドリンクさん。かなり黄色です。さっきのちょっと黄緑っぽさがあってね。この黄色さは何の黄色さだろうな。あ、これは甘みよりかは苦みが強くなってますね。次、ネオアルファさん。あ、皆さんはあれですね、あんま真似しないですがね、こんな、いっぺんに本当は飲んじゃいけない。黄色ですね。かなり甘いですね。味ね、ちょっとずつ違いますね。あ、そうだ、色ちょっと見てみようか。ほら、なんかもう化学。ちょっとだけね、こっちが黄緑っぽくて。化学者的な。ちょっと喉の奥がもう痛くなってきました。ああ、やはり、あれですね、ちょっと甘みが、あれですね、その 割りかし人工物っぽい甘みが、まあ、どれもなんですけど、一番甘いですね。で、そんなに、まあ、違いっていうのはないかな。一番チオビタが甘みが少ない感じですね。まあ、そんな感じですね。あ、あとさ、これは、後ろの背景なんですけどね。
なんかいろいろと貼ってます 続々と。だいぶあれですよね、この背景白だとさ、このね、見るべきところが分かりやすいんですけど、背景がごちゃごちゃしすぎるとちょっとね、見にくいですね なんかね、こう作ってみたかったんですよね、このラベルめちゃくちゃ壁に貼ってみたいな はい、ご視聴ありがとうございました。うん、栄養ドリンクはなんか好みですね、こういう、なんかエナジーが出るぞみたいなコンセプトは、まあ、本当に出るかどうかわかんないですけど、ただあれですよね、カフェインが入っているので眠れなくなってしまいます。そこは気をつけないといけないですし、大量摂取すると本当に死にますので 気をつけてください。ご視聴ありがとうございました。これはね、この動画ね、俺はただやりたかっただけなんですよね。なんか、どんな感じの違いがあるのかなって。まあ、そんなにね、さほど違いはないですよね。まあ、気づかないよね。こう、ちゃんと比べてみないと。ご視聴ありがとうございました。